いやちょラジオです。そしゃいやちょよやべえです溜めるね、ライクです。いやちょ今回、ここぐらい来たってことで、今日もやってきたんですけどね、ただ高くね、まあ、ちょっと本気出しちゃいました。ちょっと本気出した。ちょっと本気出した。グローバルないくらい。それでグローバル今44位。44位ですね。で、昨日ね、結局リーチまで行ったんですけど、そっから負けて6200ぐらいまで落ちたんだよね、夜。でもまたとりあえず展開リーチぐらいまで戻して、朝でやったらペペペペって上がったんで、朝めっちゃ上がるんですよ俺。朝めっちゃ上がる。そう、ほんとね、朝ね、朝めっちゃ調子いいんだけど、夕方と夜すげえ調子悪い。まああれだな、一日の体力マックスの時ってことでしょ。そう、多分もう集中力が多分1時間か2時間ぐらいしかないんだよね俺ってことでね、はい、やっていきたいと思います。で、なんですけどね、とりあえずこれの、まあ、リップ解説をね、あのしつつで、デッキこれですね、昨日紹介したデッキなんですけど、まあね、多分今日のねサムネはね2コス4枚みたいな感じにしてると思うんですけど、まあこれで結構高回転で回すことによって、まあね勝てます、うん、なるほど。高回転神器みたいな感じですね。その上の4枚は今俺のバルーンデッキにも入ってる。そうだよね、うん、バルーンにも入ってるんだよね、うん、それがタル雪がやっぱ強いよね。タル雪がね、うん、熱い、非常に熱い。でやっぱり、でしかも多分なんか高回転バルーンってでも割とあったじゃん今まで。確かに付き合いスピとか、うん、でも高回転神器って今までなくて、ラムはもともと強かったけど、やっぱ強いデッキが見つからなかった感じなんで。いやなんか今ババゴヤラムとかいろんなデッキあるよね。そうそうそう、メガナイトラムとかなんかいっぱいあるよね。そう、最近ラムの型増えすぎ。そうそう、で、うん、やっと強いカードがちゃんと型にはまったデッキに入って、うん、もう暴れ出したっていう感じだな、そうだよね、ってことでね、いきたいと思います。で、ね、結構このデッキの相性のいいデッキがまず大型。大型がめちゃくちゃ高回転でイングラム回せるんで結構相性いいですね。これ大型と、あとガゴガゴ系がやっぱなんだろう、ポイズンもあるし、あの雪玉と、あとあれですね、アイゴレで結構守れるんで、ああ閉じちゃった。で相性いいですね。で俺結構マッチ運良くて、これまあ神器は言うてそんな相性良くないんですけど、まあ多分五分でちょっとこれは競り勝った感じで、うんうん、まあでロイジャーも相性良くないんですけど、まあちょっと俺が上手くて勝ったなって感じで。まあ、KK はねシンプルにね上手くて負けましたね、うん、KK 負けて、ババゴヤもちょっと相性悪いですね、うん、でこのロイジャイは相性悪いんですけど、俺が上手くて勝ったなって感じなんですね、うん、でこのロイジャイは普通に相手が上手くて負けたっすね。さてはロイジャイは一緒に、それさてはオーブンロイジャイだったら、うん、でも立ち回りねマジ人によるんですよね。あ、そうなんだ。絶対に、うん、なんだろう、ラム相手なのに真ん中にオーブン置かない人とかいたり、うん、なんかすげえいろんな人いるんですよね、うん、けどやっぱうざいのが、結露がうざいから絶対に。そうだね、溜めた方がさ、で結露してこない人には間違いなく勝てる、ラムで絶対止まるから、うんうんうん、そうだからもう結出ししたインドラが全部ライトニング溶かされてもう終わる。なるほどね、終わりです。終わりです。終わりです。ってことでね、リプ解説していこうかな。ちょっとつばとも見たい。ね、何見たいですか、ミガン坊やさん。やっぱ、はい、環境トップといったらロイジェルじゃないですか。それロイジャイ行きましょう。今ね、グラチャレで多分勝率1番なんでね、ロイジャイ、うん、これファイスピーはちょっと参考にならないみたいなのがあるんで、リーシン行きます。まあ、ロイジャイね、相性悪いし、テンプレで多いということで、ね、まあこれをね、立ち回りをね、ライフジョン選手の立ち回りを見ていきましょう。これでまあとりあえずは、相手のデッキを探るために、後ろからアイゴレ切ったり、まあ、あれですね。で基本的には、イメージはポイズン、を結構エレキに打ちたいところではあるんですけど、やっぱオーブンをね、やっぱ消さなきゃいけないというところがあるんで、俺はまあ先に出てきた方にとりあえずペッて振っちゃって、これで延命しつつポイズン、ペーズンですね、ペーズンですね、ペーズン打っていって、でこれでインドラを処理するカードが相手、その空しかいないんですけど、空でね、あのベビードラしかいないんで、うん、とりあえずインドラ生かすためのラム。ああ、そのラム弾きやばい。いい、これね、やばい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 。離して一生攻撃できないっていう。そう、ラムと雪玉の相性いいのが、ラムに引っ付いてるユニットをペッて離すと。そうそう、ほんとそれなん、うん、しかも、なんかタワー下げた、一回殴り始めたホグとかも、うん、雪玉で後ろに下げて、かなんかラム、そう、ラムで、なんかもう二度と攻撃できないホグとかになったりして、結構いいんだよね。ね、こうやって適当に切っていって、ね、まあ後ろこう、ね、ラム下方じゃね、
やだ、まだ、まだ遊びたいラムで。まだ遊びたい。でも、ウルトラ最近、とりあえずなんか下方される目にあるってやつで。それはそうだな。うん、で、これはちゃんと、こポイント。絶対に、端前、相手が、なんだろう、上手い人こそ、端前、なんだろうな、まあ、ロイジャイをしたときは、うん、インドラが来るって分かってるんで、端前にエレキが来るんですよね。うんうんうん、だから、このロイジャイに対するインドラの位置がポイントで、うんまあ、この位置ちょっと難しいんですけど、まあ、端前から4マス離してるんですけど、うんうんうん、この位置だと端前に何か出すとエレキが歩けないんで、うん、届かないですよね、うんうんうん、そうなんでちゃんとちょっと低めに出すっていうのが大事ですね。なるほど。来たあロイジャー来たやべえっつって端前とかに出しちゃうとエレキにベーってやって大ダメージ食らっちゃうんで焦るなよと焦んなよとでもなんか来そうなタイミングでタルババ転がしてあげえの、うんうん、あーもうこれ終わったくね相手でコウモリ追いたきしてあげてメガゴも出せないメガゴも出せない終わったファイブをするがちょっと外していくコウモリがマチピチュしてるマチピチュマチピチュいただきましたこれで適当に雪玉で手札回ししてもうポイズン圏内ポイズン圏内ですねあとは守るだけという感じで2倍速で見ていきましょう、うんうんうん、結構火力の高いランバーとインドがあるから、ね、ラムで止めてる間にってところかなそうでまあ結構インドラは、うん、なんだろうめっちゃ火力が高くて防衛できるんですけど弱点がまあそれなりにあってエレキでまずリセットされるっていうのと、うん、ファイボーでもリセット食らってライトニングでもリセット食らうんでそうなんだろうまあギャンブルではないんですけどちゃんと守ればギャンブルではないんですけどちゃんとなんだろうタワーが3000残ってるならランバーとかラムで防衛してあげる方が確実に削れるんでおすすめします呪文にも強いからねそうだから残り1000とかだったらもう一発も入れられないって時はもう、うんなんだろうインドラ出してもう雪玉出してタルババ転がしてっていう全力防衛が必要になってくるんですけど、うんうん、もうただ線で線削られてもいいから守ればいいって時はちゃんとタルババランバーとか確実に火力出るカードで守るっていうのもランバー使えば結構カウンター持ってけるしねそうそうそう、うん、結構ねだカウンターしたい時はねランバーで守ったりとかということでマルチ一戦いきたいと思いますおおよいしょ昨日もね、これで負けてコメント欄、来季弱くね、来季弱くね。待て待てっつって、ここまで来たんや。動画撮りながら喋りながらって無理よな。ここまで来たんやぞっつってさ、来季弱くね、来季弱くねって結構あって、待て待て待て。それが言えるのは、来季より空高いから。実際。6470ぐらいまで来たんやぞっつって、うん、こう、行くぞと思ったけど、やめといて。まあ。カリカリすな。カリカリしない精神大事なんで。やばい。クソ喉が、俺も花粉症だから、うん、花粉症の薬を飲むとクソ喉乾くっていう花粉症あるある。俺花粉症じゃないからわかんない。そうなんだ。辛い？やっぱ。辛いね。まあ、薬飲まない方が余裕で辛いんだけど、うん、まあ、言うと俺はまだ目とか来ない派なんだけど。やばい人だともう目かゆくて、鼻水止まんなくて。俺鼻水だけだから、まあ、薬飲めば。うん喉乾くぐらいなんか多分そなんか水分飛ばす的なあれだと思うんだけど、うんうん、それでなんか喉乾くんだよね薬飲むとそうなんだそうだからもう無限によりずっと水飲んでるんだけどマッチングしないな花粉ってあれかな今が一番辛い3月とかそうだね結構、うん、なんか真冬よりもこんくらいのちょっと暖かくなりだしたぐらいがきついイメージがある結構、うんうんまあ、言うて俺も鼻炎もあるから無限に薬飲んでるバグこうバグはねあれだった気がする人気だって気がするんだ俺よし、まあ、実況任せ OK 実況任せますこれでみかんさんに喋、ってもらって俺はもう集中を無視もさあタルババを転がしてまず様子を見てくるさあここはランバーしか受けるカードがなかったかなそうですねさあ盾の選手おそらくこれはメガナイト系かもしくはそうですねまあロイジャイオーブのどっちかというところさあレイジが乗ってるうちにサルババを転がして、ね、なるほどこれロイジャイっぽいですねロイジャイっぽいですねここの3枚サルババーサテ戦メガゴは多分ロイジャイのテンプレに近いと思いますねロイジャイには勝たない相手は必死に待っているエレクトロウィザードこれエレクトロウィザードにはちゃんとペーズンをぶちかましてあげないとさあ早めにポイズンってインフラドラゴンを生かしていくとさあラムを出してメガゴおプリンスいいよデッキが違うさあプリンスが止まってゴレかゴレだこれゴレだろタテスケだタテスケだからゴレだろ絶対しっかりプリンスも処理ベビードラーも半分削ると、はいはいはい、ただこの相手ベビードラー無視されるのが嫌で出してきたとタテスケあ違うこれ怖
ここでなランバーちょっとアドを取られるか、縦の選手で抑えられるから4コストを3コストでしばかりちょっとね、アイゴレの位置が良くなかったな。まあでもあそこは許容が正解だったな。まあこれはだレイジが乗っていればはね、全部で4発投げて大ダメージになるから相手もこれは対応したいと思う。オーケー、いいね。さあ2コストで4コストを引き出して、なおかつねインフラドラゴンのキラカードなエレキを引き出す。出た雪玉の威力、ウィザード族すべてね完封することができます、ね、それな、うん、これエレキ切ったんでインドラでカウンターでラム出していきたいと思います、うんうんうん、多分後ろからベビーちゃんが来ると思うんですよね。ただ敵の呪文がまだ分かんないところだな、まあ、多分だけどライトニン グ, ニング流行ってる方は。おお違った、ホイズ全然違った。さあ相手もプリンスの位置を高めに 出せなくて一発ラムが入ると。あエレキ来ると思ったんだけどな。いやここの端前のインドは非常に強い。これエレキだろ。さあレイジも乗っている。相手は無視できないと。あーそっち行くか。さあここでインフェノドラゴン来たタイミングでのゴラの展開。しかし2巡目が回っていくと。あこれやべ届くか。これやべ届く。さあこの位置のインフェノドラゴンは甘いと。甘えてしまった。ただタルババがなんとか、まあ、なんとかやな。さあ2巡目のインフェノドラゴン無理やり出してアイスゴーレムでしっかり蓋をしていく。さあこの遅延が入ってなおかつねメガガーゴリラのターゲットをしっかりコンボで溶かしてカウンターの形を組む雷キジョーンズ。いやあここで出た。これ足元にあれが来る。エレキが来る。先に雪玉を打って。さあここでインフェドラゴン。マジかー。やっつけたな。ここインフェドラゴンが残るからメガコかランあれレビを引き出せる。いやだいぶ溶けたなマジで。これインドラで反対行きたい。そうだよね。さあでもしっかり後ろからメガコ出してね防衛の形から組んでいく。さあ後ろからプリンスを出して防衛の形。全部溶かせるんで。さあ全部溶かせる宣言いきました。全部溶かせます。溶かしてみせます。 OK。 はい。さあしっかりターゲットがね後ろのプリンスに向いてます ね、 いいですね。さあ相手もなんとかしてここはね守りたいところ。さあここでゴリ押しグルブッパ出た。出たゴリ押しグルブッパいきます。審判。あでもこれちょっとやばい。ちょっとやばい攻めすぎた。端前から全部で13コスト使ったライキジョーンズ。これ守れるのか。これをこれ守ってなんぼだね。守ってなんぼ。さあ雪玉が非常に強いが強い。さあ必死に守っていく。玉にレイジがかかってさらにコウモリ強い。これは強い。いい防衛。あえてこのポイントシャシャったのでは。いやただ繋げらんねえ攻撃に。いやまあまあいいポイズンかもしれん。もしかしたらまあまあいいポイズン。さあなんとかしてこの辺つれーここで降りたい。これエリック来るからさあ無理やり出していく。さあ来た来た来た。いけくそー。さあこれで相手がポイズンを打てば312。くそー届かないライキジョーンズ。さあくそまだ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 いけいけまだいけくっそアイドレランバーラム雪玉はやばいな。あれやったな、うん、しちゃったかもしれん、うん、あれはホク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 。あれおかわりおかわり欲しくなこれまた俺前回の動画おかわりして連敗したからな。1000円だけっておかしいな。ポリポリ。いやお約束だからこれお約束。ポリ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 。まあまあまあ。あまあ。頑張れライキ。ライキ君。それは違う。それは違う。ダメ。じゃあ勝ったら。勝ったら褒めて負けたら罵倒するわ。いらないミカさん褒めはいらない。ノバユエイユエイはいはい。ノバユエイといえば白駅でおなじみのクランですね。なるほど。ちゃいますね。ペッカっぽいですね。ペッカでワンチャンラムが入ってるなってぐらい。まあ、まあ、もしかしたらメガナイトたちもまだ捨てれないけど。確かに言うな。これでああまあベビーが出てくると。
ただこれベリーを半分ぐらい削るのかな。いけ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 、あー強いベリー。しっかりとここでタルババを使ってね、ババを全部釣りながらなおかつねダメージも与えていくと。さあラヌが一発、さらにこのゴブリンたちの細かい系もねしっかりとこれで処理できるという。さあこのコウモリプラスのねアイスゴーレムでしっかりとユーノを守りつつ、ユーノこっち来ると思ったけどな。あーこれアイスゴーレムがそう下げたらここでまたレビドラ引き出せるっていうサイクルができてたんだけど、まあまあアイスゴーレムなペッカだろうな。まあ、ここまでだったら多分ペッカ型のマスケかエレキかどっちかかなという感じ、うん、ギャング型はどっちかって言ったらマスケの方が多いから、エレキよりもエレキ型は多分コウモリなんだよね。もう後衛のなんだろう長距離ユニット切らないってなかなか珍しいよな。これで来たらポイズン多分この辺で決定だと思うけどね。あエレキいった、おいしい、来ましたね。さあエレクトロウィザードをしっかりポイズン処理してサバーダメージも入れていくと。この辺でケツッペが来ると思う。さあケツッペが来た、ここやることが特にないんじゃないか。さあじゃあしっかり雪玉で遅延させて、ただペッカがちょうど、届くんかこれ、ちょうどラムの目の前で届かないと思ったけどね。まあ工場が後ろにつくだろうから、そうだね、まあここの防衛が非常に雪玉を使った後のね防衛がちょっと手薄になるか。まあどうせ後ろにつくのはベビドラしかいないんでコウモリは使わずに逆サイドウォーキングしていき、行かない？マジで？事故。事故。これもさ、ボーダーババが左にペッカ寄せて事故りましたね。事故りましたね。完全に。行けるかな？守れないよな、多分。これはね、ってことはですね、なるほど。ポイズン打たないとダメだな。絶対通らないんで。そうだね。ポイズン2周。エレクトロウィザードで相手全力で守ってくるね。うん。はいはいはい。逆にこれは美味しいまであるな。そうね、そのエレキは美味しいと。左端前蹴ってちゃうか、わかんない、なんだろうね。これでいくか、これ多分ギャングで受け止めてくるだろうからポイズン打っちゃうか。あ、ユーノで受け止めてる、はい、まあまあまあ、まあまあ美味しい展開。まあこのユーノ、ユーノは許容してなかった説は否め、許容してもよかった説は否めんな、確かに。が、こっからライキジョーンズはこっから、それな、だペッカがいるとね、ラム出しづらいですよ。さあ、工場ババをしっかりと後ろに弾き飛ばして、タルババでエレキも処理して、インドを延命、この右のコリンドを延命していく。よいしょ。ただ、ペッカの一撃が入ってしまうという。ただ、ここでレイジに乗った、アイゴレット・インフェンドラを、まあ、タワーダメージだけで処理されてしまう。ですね。渋いですね。これ、引き分けかな。か、ワンチャンの相手が攻め急いでタイミングで勝ちを狙うかかな。やばい、ちょっとねやることがね非常にしっかりと守っていきたい。さあ早めのポイズの展開。さあエレクトロウィザードも解けたタイミングで2回目のインフェルドラゴンと、よいしょ、うん、さあ雪玉でしっかりとベビードラゴンを、ね、自分の陣地に入れてタワーダメージも入れていく。まだ攻めない、まだ確かに相手が今ペッカ握ってるから、一枚ペッカ来そうだな、うん、お、工場ババ美味しい、来た来た来た、これ美味しい。この工場ババもね、でも切るユニットがね、さあレイジに乗ったところにさらにランバージャックを乗せて、レイジにレイジを乗せて、さあさあ清美、さあ清美が決まって、いけいけ、走れ走れ走れ、おお一発入れる、美味しい美味しい。さあ相手もこの厳しい工場ババの受け、これは流れを一回掴んだので、なんか追加来そう。さあポイズンを打ってくると、しかし1匹コウモリがね逃げて、しっかりさあさらにペッカ間に合うくね、ではね。さあエレクトロウィザードはタルババでしっかり処理して、ギャング読みか、これはお、ユーノが一生止まっている、いいいい、ユーノが止まっている。さあタワーダメージは少し入れていくものの、残り時間が1分と迫ってきた。さあランバージャックプラスのコウモリ、これはペッカ受けだろう多分、ギャングで違った、マジか、え、そういう感じで受けてくるんだったら俺は多分前に工場ババついてくると。さあラムライダーが来た、ここでインフェルドラゴンがベビードラゴン溶かし、さらにここのレイジに乗ったラムライダー来た、これは来た完全に。さらにラムライダーの後ろからランバージャック追加、そしてエレキギャング来ます、ギャングコース宣言からの来ない、来ない、はい、しかしながらダメージを少しずつ入れていく。さあ残り30秒決めることができるか、ラム出したら負けるんだよな絶対、インドラだな、うん、相手も分かってます、さあここの2段階が分かってますが、ワンチャンあるのは俺、
だワンチャンがあるのは俺とユライキジョン選手。さあエレクトルウィザードが出てくる。さあここのエレクトルウィザードさえしっかり処理すればラムライダーが通りそうな、そんな試合展開。しかし相手の処理が早い。いやーここは時間が足りないか。あー引き上げる。あー読みが成功するものの、くそおかわりして、時間がな、これまたボツになっちゃうわ。もう昨日も消えたからな、これで。まあこれ危ない、21分危ないな。早急に終わる必要がある。これは止めとこし、ってことで、まあね、ちょっと負け引き分けなんですけど、くそ終わりますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。あ、だよね、ありがとうございます。